サイエンスジュニアが。これでもいけるんじゃない？ダメでした。皆さんこんにちは、こんばんは。ビワマスです。今回も KSP 実況頑張っていきましょう。とはいうものの、前回の周回軌道ミッションの後行き詰まってしまっているんですよね。そこで、起死回生の一手として、モッド導入をしようと思います。もしかしたら、新しいパーツとか解放されてやれることが増えるかもしれません。というわけで、導入していきます。今回導入するモッドを順にご紹介します。一つ目、サイエンス、コンティニュード。回収した、もしくは未回収のサイエンスポイントを一覧にして表示してくれるモッドです。どこを回収できていないのか、結構気になっていたので今回導入することにしました。二つ目、メックジェブ。おそらくこれに付随して、KAS と KIS も入っています。ただ、もしかしたら攻術するエクストラプラネタリーローンチパッドの影響かもしれません。依存関係にあるモッドはどれと依存関係にあるのかわかりにくいんですよね。とりあえず、順に紹介していきます。まず、メックジェブ。KSP をプレイする上で大変な、機体の操縦を半自動化してくれます。特に、マニューバプランナーが便利そうなので導入しました。次に、KAS。カーバルアタッチメントシステムの略ですね。緑がドッキングポート以外の方法で機体や基地を接続できるようにするモッドですね。そして、KIS。カーバルインベントリーシステムですね。名前の通り、緑にインベントリを追加します。後に私はこのモッドに対してちょっとイライラすることになるんですが。それはまだ、先のお話。三つ目。MSI。マジックスモークインダストリーズですね。このモッド、どこから入ってきたのか全くわかりませんが、なんか気づいたら入ってました。KAS や KIS の強化モッドみたいです。多分、追加されたパーツはそんな感じに見えます。4つ目、エクストラプラネタリーローンチパッド。ムーンやミンマスなどの岩石型の天体上、もしくは軌道上に発射場を建設できるようにするモッドです。本当はモジュラーコロナイゼーションシステムや USI ライフサポートも入れて複雑な基地を建設しようと思っていたのですが、KSP 1.9.1 には対応していませんでした。残念。無理やり入れることもできなくはないと思いますが、問題が起きた時に対処できる気がしないのでやめておきます。そうそう。このモッドの前提モッドとしてケタンモッドが入っていました。仮想の燃料ケタンを追加するモッドで、ケタンからは液体燃料やキセノンなどを生成できます。5つ目、スキャンサット。天体の地図を作り、資源マップを確認することができるモッドです。ただし、作成するには天体のスキャンが必要です。導入したモッドは以上です。以前話していたリモートテックですが、やめておくことにしました。これを導入すると、通信の遅れが発生するみたいです。そうなると難易度が上がりすぎて今の私では対応できないと判断しました。さて、画面の前の皆さんは、画面に映っているものが何なのか気になっていることでしょう。理論は認めます。認めるだけで対応はしません。この画面はシーケンというソフトのものです。KSP のモッド導入ツールです。依存関係を勝手に解消してくれる優れもの。おすすめですよ。それじゃあ、導入していきましょう。この、緑のバーが進んでいく感じがいいよねー。大概のソフトにはある機能ですけど、見るたびになんだかワクワクします。早速 KSP を起動していきます。下に出てくる何々していますって表示、いつも楽しく眺めています。時々明らかにやっちゃいけないことをしています。この人たち、大丈夫なんでしょうか。まあ、16G オーバーの加速度を1日に何度も受けたってピンピンしてる種族ですからね。まあ、大丈夫なんでしょう。さて、そろそろロードが終わりますね。実際はこれの4倍の時間がかかっています。大変だねー。とりあえず、データ損傷が怖いのでサンドボックスモードのワールドに入ってみます。早速モッドの表示が出ていますね。導入はできたみたいです。ということで、それじゃあいつものキャリアモードのワールドに入っていきましょう。しめやかに墜落しています。早速ミッション確認しましょう。なんか追加されてるはず。追加されてない。これは、ちょっと考える必要がありそうですね。考えてきました。ちょっと挑戦的ですが、指定位置での計測ミッションをこなすことにしました。契約受注。ロケット自体は単純な構成です。スロットル調節可能な液体燃料エンジンを、固体燃料で指定高度以上まで持ち上げます。それだけです。が、そのためには指定位置へのマニューバーを作成する必要があります。今回はなくてもなんとかたどり着けそうな場所のミッションを選びました。それじゃあ、打ち上げていきましょう。
姿勢高度まで持ち上げて、目測でマヌーバ実行。軌道は変わったかな？こんな感じで微調整していきます。無事到着。ミッションをこなしていきます。ミッション完了。帰還します。カービン低軌道計測ミッションを受注。遂行します。今回は低軌道で取り切れていなかったサイエンスジュニアです。あ、サイエンスジュニアが、予備で温度計つけといてよかった。デカップラーだけ残ってる。パラシュートのテストミッション。これはもう簡単ですね。受注。実行。で、運搬ミッションだったのでもうできてました。ウィーズリーテストミッション受注。実行。機体丸ごと回収します。発射台補強装置のミッション受注。これってもしかして、これでも OK だったりしない？ダメでした。これなら大丈夫でしょう。大丈夫でした。回収。小型ランディングギアのテストミッション受注。機体が浮いてさえいればいいんですから、こんなのでもいいでしょう。ミッション完了。機体はきっちり回収します。地上ミッションがあったので、やっておきましょう。いつぞやの飛行機出動。回収してきました。KIS フォーダミーズ。V1 スコンタクテッドアスタディ&ディスカバードアキュリオスザクト。ピッタタンダーとかのビーズリンスザクションもやりとくないと。何言ってるのかちょっとよくわかんないですね。ちょっと翻訳してきます。助けて、Google 先生。ノート見開き7枚分になりました。KSI の文章長すぎ。なんとかしてください。あ、字が汚いのには触れちゃダメだぜ。自分で使う用のメモですからね。さて、またまた温度調査ミッションやっていきます。受注。ちゃんとたどり着けました。コージーアドベンチャー。そして、済みました。ムーン周回軌道なんて挑戦的にも程があります。どうしたものか。結局、準軌道コージーアドベンチャーをなんとかすることにしました。鍵は、TWR の W の方、ウェイトつまり重量でした。これまでは T、つまりスラストをなんとかしようとしていましたが、これではパーツ数がかさみます。推力を増やすにはエンジンを増やすしかないですからね。逆に重量を減らすには、軽いエンジンを使えばいいんです。これが鍵でした。このコンパクトな見た目で、しっかりと仕事はこなしてくれますよ。ミッション完了。4名様ご案内。これでよし、と。あれ？ギリギリセーフ。よかった。遠くから着陸の様子を眺めましょう。着陸しました。ブースターも順調に降りてきています。あとは回収するだけ。待ち時間の代わりに資金の効率を上げることができますね。ちょっとカメラを近づけます。ん？逆立ちしてる。ちょっと何や？周回軌道に旅客を打ち上げるミッションが来ました。これどうやって達成するって言うんですか？それじゃあとりあえずここら辺で動画を締めておくとしましょう。ということで、最後まで見てくれた方、ありがとうございます。チャンネル登録者さん、ありがとうございます。コメント欄などでアイディア、アドバイスなどくれる方、ありがとうございます。よければ高評価をしていってくださいね。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。